ラトプラテカルプスは、プリオプラテカルプス赤に属するモササウルス化の絶滅した属。後期白亜紀中期、カンパニアンにあたる、北アメリカのメキシコアントウエスタンインテリアベースンから産出している。頭骨、ラトプラテカルプスは、コニシタクヤとマイケル・ W コールドエルが2011年に命名し、タイプ種は、ラティプラティカルプスウィリストにである。エルウィリスト2は、 ホロタイプ標本 TMP84.16201 から知られており、この標本は科学骨を含むほぼ完全な頭骨と頭骨以降の部分的な骨格からなる。ホロタイプ標本はカナダのマニトバ州ペンビナ山に位置するピエール血眼から算出し、時代は約8050万年前にあたるカンパニアン中期の初頭のものであった。 DMNH8769 や SDSMT3139 及び Amne 2182の計3つの標本も本種に割り当てられている。コニシとコールドエルはラトプラテカルプスの第二の種である L ニッケル G をプリオプラテカルプスから再分類した。彼らが行った新たな系統解析では本属の単系統性は明らかにできなかったが、 疑問名のプラトカーパスサムネンシスのものである北アメリカ産の化石が L ニッケル G に位置づけられることが判明した。個体発生学、生物相助学、個性物地理学のデータと解釈に基づいても同様の結論が導かれた。ありがとうございます。